イズキーのカマサパピーパフパフパフまた今日もやってまいりました。はい、皆さん最近どうですか？元気です。はい、元気です。はい、元気です。はい、先生が昇格する。ね、4月1日にね、またみずきさんの動画で振り返りもやって、もう2年目に突入ということで、ね、新たな気持ちで進めていきましょう。はい、はい、でなんか1年目に感じてた沖縄と2年目になっての沖縄に対する印象とか変わった？あ、変わりましたかね、うん、やっぱミス沖縄っていうで観光地また行き直すと全然なんかもう滞在時間が3倍4倍ぐらい本当に長くなったね。だってもういろいろ吸収して帰ってきて、それをまた今度伝えるのが楽しみになりましたよね。はい、ありましたね。確かに観光、沖縄県民って意外に沖縄にある観光地って行かなかったりするじゃないですか、うん、私もそうだったんですけど、ミス沖縄になってこういう、ね、施設を回ったりして、もう本当にこんなに県民でも楽しめるんだなっていうことに、本当にそうですよね、うん、思いましたね。本当にそう思う。で、まあ、2人がちょうど観光とか旅行って言ったので、まあ、今後ね、観光客の方が沖縄のまたね足取りが戻ってきた時に、皆様に買っていただきたいというか、ぜひ食べていただきたいお土産はもう定番で、観光客の方の方がもしかしたら詳しいかもしれないので、沖縄のお菓子を今日はちょっと話題にしたいと思います。おやつでもいいですし、まあ、伝統お菓子でもいいし、沖縄のお菓子で、ぜひ皆様にも召し上がっていただきたいなっていうものをちょっと聞いていきましょう。でもなんかおやつっていっぱいありますよね、意外と。インスタグラムにも過去に載せてますけど、塩せんべいとか、いろんなの、沖縄ならではのお菓子というか結構あるかなと思っていて、そしたら私もあの、あ、カメコ好きです。あ、大好き、美味しい。カメコっていうんで、カメコせんべい。うんうんうん、美味しい。梅味もあるよね。梅味が好きです私。あれはなんかたまにこう買って食べる。食べちゃくなる。食べたくなる。あれ美味しい。美味しい。あれに意外にバニラアイスクリームとかもあるんですよ。ああ、なんかあれ、そうなの？塩せんべいとかもあるよね、そういうね。そう。へえ。沖縄なんかそういう揚げ菓子と一緒にアイスクリームとか。うん、私はですね、アガラサ。なんでアガラサってなんだっけ？アガラサ？あのアガラサっていう、なんだろう、カステラ、沖縄風カステラみたいなもので、よくお店で三角形のゴマが上に乗ってる。ああ、わかった。ふわふわの蒸しパンみたいな、蒸しケーキみたいな黒糖の味の。ああ、わかった。ありますの。あるの、わかります。あります。ありますの。あるのわかりますか？食べないかな。テカナさんが初めの YouTube に出してた。なんてしか出してない。でも、ああいう色です。なんてみたいな。茶色で。素材の売り場とかにあるよね。ラップに包まれてるんですよ。なるほどね。なんか、そのスポンジじゃない、蒸しパンがラップに包まれていて、もう本当に食べたらなん、黒糖の優しい甘さで、本当にいつまでも食べ続けられるような。本当に美味しいですよ。でも本当に食べてほしいな。小さい頃はそれでもお兄ちゃんと半分に分け合って食べたりしてましたね。お茶とお散歩。いいですね。なんか定番のお土産じゃなくて、うん、そういったものをお土産として選択するのもありですね。まあ賞味期限とかは多分他のよりは短いかもしれない。ひかるさんあります？は、まあ、塩せんべいとかも本当に好き。止まらない。うん、あとなんかお盆とかのさ、レモンケーキ。あ、あれ沖縄だけだよね、多分。うん、だったと思います。あれ好き。うん、もうお盆の帰り、小学生の時とか絶対おばあちゃん家からこれ絶対持って帰る。私もそうでした。あれ持って帰ってた。そう。持って帰った。私はチョコの四角いスクエアの小さなケーキ。わかんない。絶対わかる。白バラの。どっちも好きだった。私はホワイトとブラックチョコレート。白バラも美味しい。チョコレート美味しいです。私はそっちを持って帰ってました。レモンケーキもいいかもしれないです。結構珍しい。でもこれって普通に売ってます？あ、売ってます。あの惣菜売り場の付近に売ってるんだ。あ、これ常時売ってる。結構常時売ってる。普通に売ってるのか。
でももちろんね、旧盆時期にはもう大量に並ぶけど、でもなんかこの時に食べるのが辛い、美味しいんですよね。普段は買わないよね。あれだけばあちゃん家に行って食べるみたいな。あ、これ新しいお土産にいいかもしれない。しがない。スーパーとかでも買えるので、あ、でもみんな結構素朴なお菓子が好きですね。なのでまあ定番のお土産以外にもぜひチェックしてみてください。ということで本日の金沢旅は終了になります。また次回のラジオでお会いしましょう。皆様のメッセージもお待ちしております。はい、それでは皆様。またやったい。最後のまたやったい。声高くなりすぎて。またやったい。